NBC。 NBC。 NBC チャプター北山校第4戦、本日ウォーマンカップとなっております。はい、ね、昨日私も釣りしたんですけど、非常に暑くて本当にこう体調、ね、第一で本当暑いんでですね、はい、水分取ってですね、よっと気をつけて釣りしてあげてください。で、まあ、ちょっと体調悪くなったらちょっと木陰に入ったりとか、まあ本当にこう悪かったらこっちねホームの方戻ってきてちょっと上がってもらっても大丈夫ですので、はい、体調管理十分気をつけてください。はい。
やもう最終戦やっと釣れました、ビッグが釣れて嬉しかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっとできすぎですね。ありがとうございました。で、昨日ヒューマンの時に9時ぐらいに、行ったので、まあ、今日も、9時前ぐらいまでこの辺でずっとちょっと時間潰して、9時ぐらいにまた席に行っていました。で、また昨日と同じような感じでプレードアラーママとか、ビッグスプーンですね、やってたらついては来るけど食わないと。で、まあ、ライトに入れたりクランク引いたりしたけど、なんか釣れる感じじゃなかったので、スティーズスプーンの一番ちっちゃいやつですね、2分の1オンスぐらいの、まあ、ビッグスプーンっていうほどでかくないスプーンですね。で、やってたら、追っかけてきて、でなんか食った感じなかったのでまたしゃくるつもりで竿をしゃくったら、なんか根がかってるのかなと、全然動かなかったんで、で、あ、引っかかったと思って巻いてたらじわーって魚が動き出して、くわえてました。はい。で、まあ、それが1本2670ということで、はい、でそれが9時ぐらいですね、今日釣れたのは。で、昼前ぐらいもなんかちょっとこう雨降ったりとか、でもう1本釣れないかなと思って粘ったんですけど、まあ、結局釣り切れず1本で終わりました。はい、というところです。はい、1年間お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。今日ですね、以前はよくやってたんですけど、久しぶりに関屋のフラットで、まあ、ほぼほぼやってみました。で、レンジは6メートルぐらいですねのところのベイトについてるようなバスを、まあ、いろんなルアー使ったら追いかけてくるんですけど、なかなか追いかけれず追わせきらせることができず、まあ、いろんなルアー使ってる中でスプーンのサイズを2分の1オンスのスティーズスプーンですね、ちょっとちっちゃめのやつを入れたら、食ってきてくれました。そいつがまあ2670ということで、行ったかなと思ったらやっぱりですね、今年は陣内さんの年だということで、まあ、はい、負けてしまいましたけど、まあ、気持ちいい一匹を釣れたので良かったなと思ってます。また来年も、はい、まあ、私も頑張りますし、はい、多数のご参加ですね、来年も、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今年1年間ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。今日は、まあ、いつも通りもうラバージグで、釣ろうと思って、今日朝一水道エリアから、入ってもう何もなくで、そこから、陣内か、上島行ったんですけど、まあ、全然ダメ で11時ぐらいですかね、天神ワンドの、入り口の、向かって右側ですねの岩とかが絡んだようなエリアで、ラバージグで、それが、釣れたのは多分800とかそれぐらいの魚だったと思います。でそれで、まあまあ2メーターとかそれぐらいで食ったんで、まあ、まあちょっと浅いのかなと思いつつ、まあいろいろ似たようなとこやってて、ちょっと、あ、全然ダメだなと思って。で、次行ったのが、赤橋から動物園にかけてのバンクですね。で、そこで、大きい方がラバージグで釣れてくれました。12時ぐらいだったと思います。以上です。お疲れ様です。まあ今日もいつも通りラバージグの釣りで、まあ、運よく複数本2本
釣ることができて、大きい魚も入れることができて、佐藤さんのウェイトを上回ることができました。まあ、年間も、優勝して、決めることができて、まあ、自分としても、できすぎだと思っています。来年もよろしくお願いします。